はい、こんにちは、レトスノーです。今回は表題登記と保存登記について解説いたします。もう基本的な登記で、まあ、よく出題される部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。まず表題登記からですね。これは表題部になされる最初の登記になります。そもそも表題部がわからない方は前回の動画ですね、そちらご確認いただければと思います。例えばなんですけども、建物を築造して初めて行う登記、これが表題登記なんですね。建物を建築しました。そうするとその建物が何階建てなのか、構造は木造なのか鉄筋コンクリートなのか、また床面積は何平米なのか、この建物はどこにあるのか、また所有者は誰なのか、こういった内容を表題部に記載します。これが表題登記になります。で、ここで記載される所有者、この所有者は表題部所有者という言い方をします。で、この表題登記については原則対抗力がないんですね。つまりここに名前が記載されている、名義人の名前が記載されていたとしても、これではですね、第三者に対して対抗することができません。これは原則です。ただし例外があります。どういった場合なのか、これは弊社の動画をずっと見ていただいている方はわかると思うんですけども、これは借地借家法のところで勉強した内容です。借地権ですね。借地権については、借地権自体を登記する、つまり土地の賃借権を登記する、または地上権を登記する、これでもいいんですけども、それ以外に借地上の建物、つまり借りた土地に建物を建てて、その建物に関する登記、これでも借地権について対抗要件を備えますよというお話をしました。そこでお伝えした内容なんですけども、その建物の登記については表題登記だけでもいいんですね。この表題登記で借地権者名義でここの所有者登記をしているというのであれば、これは対抗力ありますよ、つまり借地権に関する対抗力を備えますよと、まあ、いう話です。これは例外的な話で、原則は表題登記では対抗力ありませんので、ここは注意をしておきましょう。で、この表題登記なんですけども、これ新築してから1ヶ月以内に申請します。で、これ誰が申請するかっていうと、これ建物建てた人ですね、まあ、所有者です。所有者が申請すると。で、これ単独申請でいいです。つまり誰かと一緒にやらなければいけないという共同申請ではありません。自分自身で単独で登記申請を行うことができます。ここまでが表題登記です。で、続いて保存登記です。保存登記っていうのは権利部で行う初めての登記なんですね。もっと具体的に言うと、権利部の校区、ここは所有権に関する登記をする場所です。この所有権について初めての登記、これが保存登記なんですね。これも前回の動画を見ていただくと、具体的にどのように登記されているのかわかると思います。前回の動画では、ここの表題部所有者も、この保存登記の名義人についても、どちらも山田太郎さんでした。なので前回の動画の山田太郎さんが、あ、表題登記をして、また保存登記もしたんだな、というふうにご理解いただければと思います。で、この保存登記を行うことによって、所有権について対抗力を備えるんですね。これが表題登記と違うところですね。表題登記だけでは原則対抗力ないんですけども、保存登記をすることで初めて対抗力を備えるんだと、まあ、いう話です。で、この保存登記、誰が申請することができるか、これはまず表題部所有者ですね。ここで初めて表題部の登記をしました。で、その後、保存登記をするという流れなんですけれども、この表題登記を行った表題部所有者が保存登記をすることができます。また、保存登記をする前に、表題部所有者がお亡くなりになっちゃったといった場合は、その相続人も保存登記をすることができます。また、区分所有建物の場合は、ちょっと例外的に、表題部所有者から直接所有権を取得したものも保存登記できるんですね。これは分譲マンションを購入したことがある方だとわかるかもしれないです。通常、分譲マンションを建てる人って、デベロッパーと呼ばれる不動産会社とかなんですよね。まあ、建設会社っていう場合もあるんですけども、まあ、不動産会社とか、まあ、建設会社とか、まあ、業者です。業者が建てるんですよ。つまり、表題部所有者っていうのは、この業者になるんですよ。不動産会社だったり、建設会社とかになるんですね。もちろん、この人も、
保存投棄することできるんですけども、この人は保存投棄せずに、業者は保存投棄せずに、初めて新築で売却をしたその相手、つまり新築を購入した買い主ですよね。これが表題部所有者から直接所有権を取得したものに当たるんです。つまり新築を購入した人が保存投棄をするということもこれ可能なんですね。ここもちょっと合わせて頭に入れておきましょう。これ試験で問われやすい部分なので頭に入れていただければと思います。で、これについても表題登記同様単独申請なんですね。つまりこれらの人っていうのは単独で自分自身だけで登記申請することができますよという話です。今回の内容はもう不動産登記法でももう基本的な内容なんで全部ですね頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。